鮮やかな黄色が目を引く一輪のひまわり。一見普通のひまわりに見えますが、実はこれ高さ5メートル以上あるんです。これ高いです。高松市三前町の畑で咲く一輪のひまわり。日差しを浴びてすくすくと育った花は高さ5メートル65センチに達します。これは2階建て住宅の天井並みの高さで、訪れた子どもたちも驚きの表情です。周りのと比べたら超高い。日本一高いんじゃん。これひまわりの栽培は畑を管理する中村勝彦さんが2015年から始めたものです。今年は5月5日に苗を植え、数センチほどの高さから育てました。高く育つのに適した種を用いているほか、自家製の肥料を使うことで5メートル超えを実現したということです。中村さんが栽培に乗り出したきっかけは、ある記録への挑戦でした。もともとね、やっぱりこの辺りのランドマークになればなと思いましたんと、できるならギネスに挑戦しようがないかという大きな望みでやり出しました。ギネス世界記録によりますと、世界一背の高いひまわりはドイツの男性が育てた9メートル17センチ。それにはまだ遠く及びませんが、中村さんはある工夫で記録に迫りたいと話します。主役の花とその上に肩車を乗せるように花を乗せて、そして7メートル8メートルを目指すという無振りの人生。ひまわり師として天空にひまわりの花園を咲かせてみせます。中村さんの愛情を一身に受けてすくすくと育つひまわり。いつの日かさぬきの夏を盛り上げる風物詩となる日が来るかもしれません。